森バッツがこの連敗を止めることができるのか、あるいは東京 Z が連勝を4に伸ばして勝ち数を2桁に伸ばすのか、この後午後3時ピップオフが予定されています。ジョーンズと下山、ここはミスマッチになっている。中に入っていってリング下からジョーンズ、これもレイアップして決まりました。4対0。サイドラインから今度ニズベットショーがボールを入れてジョーンズダンク。ジョーンズがここは決めてきた。今度は決めたいハート、後ろに一旦下げてミドルからベリシビニエ、今度は決めれました。同社先生の方、動画などで世界に向けて配信するといろいろつながってくる可能性があるということをね、この後の攻撃考えなければいけないかもしれません。今度はいったレイアップ決まった。さあそしてこれは後ろから来てハートにエグーがつくバスケットカウントになりました。さあリプレイご覧いただきましょう。エグーがぴったりマーク、どうしたか、誰がボールを取る、栗原、そして一気に東京 Z 若貫、ジョーンズ自ら持ち込む、レイアップしていく。東京 Z50 ポイントに乗っていきました。鈴木ここにはファウルですね。バスケットカウントになりました。高木が行きましたがこれは嫌われた。そして今度は青森が一気に下山いったスリー、ハートからつないがそのままレイアップに行ったが後ろからエグーがいった。リバウンドしかし取って下山、ここはちょっと弾かれました。さあ輪島が壁になっています。おっとこの位置からここはナイスシュート。そして今ここでブザーが鳴りました。さあ岡からバロン、エグー、岡田回していって向こう側から輪島、後ろから佐野決まった。佐野さあ一気に逆に池田がレイアップにいった。リバウンドハート押し込むがダメ、もう一回バスケットカウント。さあケインにその佐野がつきます。ケインが中に切れ込んでいって自ら持ち込んだ。ケイン池田、青森駒さんが行く。ここで今ブザー、99対75、東京 Z、今シーズン初の100点ゲームにはなりませんでしたが。